Fighter 6. え？ティラさんって格ゲー買うの？というわけでですね、こちらのゲームストリートファイター6、今ストリートファイターでは一番最新作なのかな、こちらがですね4000円で売ってました。で、安いですね。スチームで4000円ってなって安いと思って買っちゃったんだよね。つい衝動買いみたいな感じで買っちゃいました。はい。で、1時間ぐらいちょっとテストやったんだよ。で、ちょっとさ、せっかくだからさ、このゲームの面白いところをちょっと見したいなと思ってね、ちょっと動画撮ってます。よろしくお願いします。このね、チームバトルっていうやつがなんか結構面白くて、団体戦とか勝ち抜きとかあるんだよね。スマブラでも同じようなモードあると思うんですけど、この勝ち抜きがね、これ2対2じゃないですか。基本的に勝ち抜きって同数だと思うんですよ。先方、副将、大将みたいな、3対3みたいなさ。これね、面白いことに5対1とかするんですよ。プレイヤーのニーズに応えてるよね。で、ちょっとコンピューター相手に、ちょっと5対3でちょっとやってみたいと思うんですよ。で、対戦ラウンド数1にすると体力ゲージを持ち越しができるんだよね。だから、相手が弱ってるところにもう一人来ると。だから、5対3っていう、量より質か、質より量かを決めるね、ちょっとプレイをやりたいなと思います。ただ、僕ね、格ゲー全くの初心者です。で、自分が使っているキャラが、使ったキャラが1時間テストで、このルーク、一番上にこの左上のいい男なんだけど、このルークってキャラがね、割と使いやすい。個人的には。だから、ルーク使います、まずは。で、あとは、そうだな、誰にしようか。そこ決めてねえや。で、この操作説明にモダンっていうのがあるんですけど、このモダンっていうのはワンボタンで必殺が出せるとか、コンボが繋がりやすいとか、まあ、なんかちょっとそれっぽく見えるプレイができるんですよね。なんで、モダンでちょっとね、いろんなキャラを使いたいと思います。あと一人どうしようかなぁ。こいつ強そうだな。ルーク2って、待って、ルーク2って出た。ルークの同じ人が出てきた。これできるんだ。スマブラだとね、同じキャラ選択できないから、カズヤみたいなのできないんだけどね。このゲームできるんだね。ルーク2になった。すげえな。ルークみたいなのできるんだ。やろうと思えば。はい、相手どうする?CPU レベル3、CPU レベル5。で、今作の一番強い CPU が8なんですよね。で、8の先生が来るってことだよね。だから、一番知ってるキャラ、自分格ゲーの中では知ってるキャラだったら竜なんで、その竜の最強の CPU も最後に含めてみようと思います。だからこの竜が全抜けするか、僕たち5人が物流で圧倒するから戦いをね、皆さんに見てみていただきたいなと思うんですよ。1時間やったね、自分実力を解くと見よう。いきます。わっ嫌な構図やな、これ。さあ、ルーク、行くぞ。1時間のね、ところを見せます。よろしくお願いします。ルーク1。行くぜ。まずは飛び道具だ。ノックバック。くんなくんな、こっちくんな。こっちにくんじゃねえ。こっちにくんじゃねえ。これ、絶対やったでしょ、みんな。これみんなやったと思うんだよね、このやり方。この戦法。飛び道具来てんね。よいしょ。中段、入らない。コンボ入れて、中段入れて、そのまま、よいしょ、よし、オッケーまあ、レベル3よ。レベル3は勝てるという、ご利用せば勝てるって感じよね。さすがにね。まあ、ここからですよ。で、HP ちょっと回復するんだよね。うん。で、相手の次のやつが準備完了ってあるから、本来は、10人でもできるって感じですよね。10人団体戦みたいな感じで。これね、ちゃんと、キーコンフィングを個別に当てられるっていうシステムもあるんで、本当に10人団体戦ができるんだよね、やろうと思えば。今やってんの5対3だけど。さあ、ザンギエフレベル5。強いんじゃねえか。まずは、アーマーで突進。マジ？お前もアーマー持ってんの？マジで、ちょっと待って、強い。マジで？ちょっとブラストで牽制しよう。上から来んなら、昇竜。上から来んなら昇竜だ。モダンだとね、この飛び道具とか昇竜が一発で出るんだよね。マジでちょっと待って、強くね？やば！切り返そう。え、マジ？あ、マジか、強っ！ザンギフ強い！レベル5は強い！レベル5に勝てねえぞ！
これ竜来るまでもないんじゃねえか竜が来るまでもないんじゃねえかやばい、こっちのモダンで竜が出てくる。やばい。モダンのいいところは、アシストボタンっていうのがあるんですよ。アシストボタンを押しながら攻撃 を与えれば、こうやって勝手に繋がるんですよね。とりあえず、飛び道具をいっぱい打つのが、勝つ方法かもしんない。やばい。あ、いいね。これアシストで勝手に出るの本当に強い。あ、強っ！竜強いぞ。ルークより強いかもしれん。さあ、もう来たぞ。先生来ますよ。さあ、レベル8の竜。このゲーム最強の竜だよね。どんだけ強いんかな。先生来るよ。来た、先生。強いんだろうな。一矢報いようぜ。マジか。うわ、うわ、コンボ入れてくる。うわ、うわ、うわ、なんだなんだなんだ、超反応でいっぱい入れてくる。うわ、しいぞ、ダイヤシー。やば、やばい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 。よし、ドライブで返して。うわ、ちょ、待って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 、コンボが強い。なんだこいつ。でもこっから削ればいい。でもちょっと回復すんだよな。あ、回復しちゃうから結局意味ないんだけど。さあ、エドモンド本田頼むわ。ちょっと削ってくれ。誰か助けて。うまい人、うまい人、ちょっと助けてください。助けてください。知ってるキャラといえばガイルも知ってるキャラっすね。ソニックが強いんだよ、ソニックが。ソニック撃てるかな。お、撃てるじゃん。でも俺知ってるソニックじゃねえな。ソニック。サマーソルト。よし、いいぞ。何してんだ、何や、何や、この足は。やばい。やばい、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 やばい。コンボがえげつない。コンボがえげつない。うわ、うわ、うわ。あははは、ガイル。圧倒的じゃねえかよ。次、ルーク2だぞ。ルーク2、ルーク2。一矢報いろ。ルーク2で。勝てんのか、これ。よし。でも向こうなんか弱ってんな、ちょっと。なんか弱ってるポーズしてんな。ワンチャンあるかもしんねえ。よいしょー、オッケー、アシスト、アシスト使って、アシスト使って削っていく。いいよ。よいしょ。マジで？マジ？うわ、マジ強っ。よいしょ、返していく。いけー、おー、あれなんか勢いのまま行っちゃったけど。やっぱ1対1でやるべきだよな。男は1対1でやるべきだよな。ちょっと先生の力を見せてください。来た。そうそう、こういう演出なんだよね。お、好きなもの。嫌いなもの、ホラーゲーム。嫌いなもの、雲。そうそう、こういう演出があるのいいよね。さあ来たよ。おー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 、ルーク踊れてんな。そうし、全部よし、行きましょう。よし、いい戦いになりそうだ。まずは玉で牽制。マジ、ジャンプに来た。超反応に返してくる。超反応に返してきやがるこいつ。やばいな。よし、オッケー。壁はね、こう、え、何、何それ、反撃入れた。うわ、強っ、強い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 ぞこいつ。マジで何なのこいつ。壁、壁使ってコンボしてきやがるこいつ。うわー、強っ。やばいな、これが先生や。先生の力を思い知ってる。一本取ろうぜ。うわ、強い。やば。いや、当たんねえ。攻撃当たんないんだけど。ちょっと待って待って待って。やめて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 。終わる終わる。あはー。先生、さすがです。弟子にしてください。